こうやって十字に詰めていくんですね。ほら、はい、どうも料理のお兄さん、リュウジです。ということですね、今回は玉ねぎね、玉ねぎを使って、まあ、非常にね美味しいおつまみ、レンジでチンしてできるので、この状態の僕にもできます。はい、じゃあ今からねお手玉します。はいはい、おお、できるできる。はい、ということでね、ちょっとなんかちょっとうまくできちゃったね。絶品おつまみをやっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。はい、ということでやっていきたいと思います。じゃあ玉ねぎね、まあとりあえず1個でいいですわ。うっ、サクッと上下パンと切り落としましょう。皮の部分、これをねこう剥いていくんですよ。剥いちゃいましょう。はい、こんぐらい剥いちゃいましょうか。玉ねぎを切っていきます。で、切るんですけど、この下のつなぎの部分は、ね、ちょっと残しておきたい。1センチぐらい残しておけばいいかなと思います。反対側も十字に切れ目を入れていくと。はい、こんぐらいですね。電子レンジ加熱可能なね、器とかにこうやって入れるんです。ちょっと広げていただいて、で、ここにコンビーフですね。はい、今回明治屋さんの使いますけど、まあまあちぎっていただいて、まあこうほぐしながらね、こう詰め込んでいくんですね、これね。こんなはずじゃなかったんだけど、この料理コツがあるんですよ。ですよ。器ちょっとね、こうケツのすぼんだやつにしてください。こうそうそう、そうするとね、まあまあうまそうにできんべ。僕のチャンネルのさ、コンセプトってさ、酔っ払っててもできる簡単料理じゃないですか。ほらほらほら、これこうやって十字に詰めていくんですね。そうはい、この感じでアップをしますね。で、600ワット7分ティンしていきます。ということでですね、今レンジでチンが終わったみたいですよ。じゃあ行ってみましょう。はいはいはい、こんな感じで、じゃあオープンしてみましょう。ほら、どうですかこれ。粗挽きペッパーをかけてね、小ネギもねちょっと散らしちゃいましょうか。パラパラパラっとね、レンジでね蒸すことによってね、もう玉ねぎがもう本当にねしっとりいくんですよこれね。さあ、ポン酢添えて、はい、これで何だっけ、コンビーフの爆弾だっけ、玉ねぎのコンビーフも完成です。はい、ということで、できましたね。早速、食べていきたいと思います。いただきます。いただきます。これはね、食べるときにコツがあるんですよ。一枚一枚剥がすんですね、こうやってね。ここにね、コンビーフを少し挟んで、巻いていくんです。巻いて、そして巻いて取ったところを、このポン酢つけて、これですよ。いただきます。おおうまいね。酒が止まんないわ。ノンストップザ酒。玉ねぎって丸ごとやった時にね、シャキシャキ残るんですよ玉ねぎって。でもやっぱホロホロ、コンビーフもホロホロなんですよ。ポン酢酸味、これね、反則かもしれないですね、これね。僕ね、今回ポン酢食べたんですけども、これね、あれしてもいいですよ。味変カンフージェネレーション、塩ね、ね、塩を振りましょう。タバスコですね。はい、酸味加わるからうまいでしょ、これ。いただきます。うまっ。タバスコになるとやっぱビール入りますね、これ。
柚子胡椒とか食べてもいいかもしれないですね。いやこれほんと好き。酒に特化してる。勘違いしないでいただきたいんですけども、過度な飲酒を勧めてるチャンネルではないんです。これは味付けはいろいろ試していただいて、あのレモン汁とかでも美味しいと思います。ぜひ皆さんやってください。なんか喋る？カットする？そうだな、俺のトークテクニックを見せてもいいけど、まあちょっとカットしようか。カット、はい。あんまり喋り上手くないし僕。